まず勝利しました、はい、今の気持ちをお願いします。いやー、勝つって難しいですね、はい、素直に嬉しいです。チームとしてなかなか勝てない中でキャプテンとしてもしんどい思いもされた時期はあったんじゃないですか。まあ、本当に苦しい時期を長い時間過ごした中だったんで、何がどんな形であれ、初勝利、ホーム初勝利したいって気持ちはずっと持ってたんで、それを全員の力で達成できたことを嬉しく思ってます。今日の相手は首位大分だったわけですけれども、前半シュートを打たれるシーンもかなり多くありました。改めてこの試合の内容はどうでしたか。まあ、相手はそういう首位ということですごく力のあるクラブだったんですけど、まあ、僕たちは本当にそういった意味の我慢の時間もあるっていうような選手でも話してましたし、そういった中で 0-0 で前半を終えたってことはすごく自分たちにとってはポジティブだったんで、まあ、自分のところにはなかなかシュートチャンスはなかったんですけど、そこは、まあ、もっともっと周りと合わせてもっと前半から、点を奪えるような形を課題として残しながら、でも後半、まあ、アグレッシブな戦いができて、まあ、PK でしたけどしっかり決めてくれて、こうやって1対0で勝てたということは、一つ、収穫があるかなと思ってます。欲しかった1勝だったと思いますが、改めてこの1勝というのはチームにとってどんな意味があるでしょうか。この1勝を本当にもっと大きい1勝にしなければ僕たちの立ち位置は変わらないので、で連勝するにはまず1勝勝たないと連勝っていうふうにはならないので、その連勝のきっかけにする一生にまた次に向けて頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。